こんにちは、ハイジーです。というわけで本日も佐久間一行兄さんが行きたいところがあるとのことで、私浅草に来ておりまして、浅草のこちらのお店でございますが、もういる姿勢いい。お店の雰囲気に包まれてちょっと上品になっちゃいましたよ、はい、確か今日ね、上品なお店なんですよね。うなずき方もすごくセレブですよね。そんな感じで行かさせていただきます慣れない言葉遣い危なかったです、噛みそうでしたよちょっと本日のお店はベニズルさんでございまして、どういった経緯でこのお店なんですか？ LLR の伊藤ちゃん、後輩の、はい、が、結構ねインスタの中で、はい、いつも美味しそうなのいっぱいあげてるのよ。それでじゃあ行ってみましょうっていう企画が結構あったじゃん。あった。ただ最近伊藤ちゃんがあんまりそういうとこには行ってなくて、サボってるんですよねいや、サボってるんですよ、俺らのためにやってるわけじゃないからで、なんかあれ伊藤ちゃんちょっと調子悪いかも、はい、と思って俺ね、俺もう一人そういうグルメな人をフォローしてて情報源がもう一人いるんですよ、はいはいはい、それがレギュラーの松本くん、あるある探検隊の。これが意外ですよねこんな雰囲気のとこ巡ってるんですね。超人気店なんですよこちら。当日予約をしないと入れないっていう感じなんですけれども、いや今ちょっとね開店待ちなんですけども、なんで元気ないですか？いや、やっぱり浅草といえば、はい、やっぱ俺もハイジも思い出の地ですよ、はい、浅草かけてたんで一緒に来て、はい、で絶対に浅草来ると必ずやることがあるの覚えてます、はい、いや何でしたっけ、スカイツリーの先端に合わせてこう顎の写真を撮るとかやってたのよやってたわ。で今日も向かいに見えるわけですよね、確かにそうですね。それでありますね、はい、せっかく今ちょっと開店前にちょっとだけ時間があったから、はいはい、久々にそれを撮りたいなと思ったら、はい、ちょっとこの時期でマスクがあるからできないじゃない、ちょっといいよ別に、まあ、いっぱい撮ってんだからこれまでもいいよ別に、今日できなかったぐらいで。そっか、じゃあ過去の写真載せればいいかどこに載せんだ載せなくていいんそれもいやいか、あ、すみません、じゃあお願いします。すごい、は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 い、失礼します。とりあえず入店しましたけどめちゃくちゃおしゃれですね。半端じゃないよこれ。メニューどうします？なんか、はい、俺が見たのは、はい、パンケーキなんだけど、はい、これ甘いやつじゃなくて、あ、これだ、あ、ベーコンと目玉焼き。ちょ、それ佐久間さん、うん、松本くんと同じやつ注文して、うんうん、柑橘果実のカスタードソースにします。ベーコンと目玉焼き、柑橘果実のカスタードソース。今僕らが注文したものを、まさに柑橘果実ですもんね、これね。これ松本くんは誰と来てるんですか？そこまでは見てなかった。見てない。柑橘果実丸出しになってきた。めっちゃジュージュー言ってますよね。で、何ですか？楽しみすぎてこれ表現なんですか？この盛り付け段階から見れるってすごいな。うわー、うん、すげえ何これ、ええ、うわー、ええ、その上から、えっと、待って待って待って、はい、いただきます。はい、うわ待って、フルンフルンだ、やばいよ。ちょっとこしただけでフルフル揺れますよ。ちょっとこしただけでフルフル揺れますよ。うわぁ、回りやすいので分かりました。はい、滴り落ちて、滴り落ちて、食べていいのこれ？本当だよ、美しすぎますよね。申し訳ないんでやるわ。ね、いただきます。だるま落としみたいな。一旦ちょっと避けてもらうみたいな、うん。これごとちょっとカットして。あ、しょうがない。マジ結構さ、行くね、ぐいぐい。パンケーキ自体もクリーム状になってるからね。めっちゃフルフル。あ、ほら。なるほど。すぐ行けた。ほら、もう。こんなボリューム感なのに、罪悪感全くないです。とろけてふわっと消えて甘すぎないです。ちょっと塩気効いてんのかな、そのね、米粉のパンケーキ。こういうとこなんてやっぱそうなんだよね、はい、この見た目と違うんだよね、思ったより。そう、軽いんだよね。いってください自分ならね、はい、
ってことは卵を2つあるんだから間にもありましたよね確か。あった。ちょっとうわうわうわあこれはねうわうわちょっとこれもうそうです。滴る芸術楽しむやつだからいいんですよ。黄色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 。いやだから波越徳次郎さんをねおっしゃるな店やめてくださいよ。これは甘いんですか結局。しっかり食べないと分かんない。興奮しちゃってるからね。あ、そうか。しっかり。あの、スポーツ選手が試合中に怪我しても痛くないみたいな、その格好と一緒ですか。これもふんだんにあるから、トッピングしてね。はい。うわぁ。なんだこれ。もう遊具だよ、こうなると。で一旦ここに落としてもいいのかな。こうなるとしょっぱくなるんですかやっぱり。なんかお前でも本当不思議なんか何で話していいか分かんない、はい、初めてだなこれ。なんかほんのり甘いパンケーキとね柑橘系のくっきりしたコントラスト。どっちかというと西川くんですから松本くんの方じゃないからさ。というわけでベニズルさんにて佐久間さんと一緒に美味しくがっつり食べてまいりましたが、なんて言うんでしょうねこれね、デート映像みたいになってましたけども、周りのお客様もねあんなにさがっつりして食べ応えのある、えこれ何キロカロリーあるのみたいなメニューなのにデートで来られてる方結構多数の感じでございましてね、そこに混ざって僕らもデートしてる感じになっておりましたけれども、もうこれどうしようもなくね、あの素敵なメニュー見ちゃうとキャッキャキャッキャ言いたくなっちゃう、もう開き直ってその場でキャピキャピしたくなっちゃうような、そんな素敵なメニューでございました。でもガッツリ飯といえばガッツリ飯だしっていうことなんですけれども、やはりすごい人気店なので朝オープン前に行ってお店の前にある紙にね何時に行きたいです誰々ですっていう風に名前書いたりとかしなきゃお店になかなか行けないみたいなシステムだったりしまして、だから本当にお昼過ぎとかに行きたい方は朝1回行ってどこかで時間潰してその時間まで待たなきゃいけないみたいなこともあったりするんですけども、まあその待つ間も、まあ、デートとかで浅草観光すればって結局デートになっちゃうんですけども、美味しかったですしおすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら、ね、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだだから紹介しますけれども、ベーダスケオさんからのコメントで、暇さえあれば替え玉を話題に動画を作りますが、もういい加減に許してあげてください、鍋やかんさんを許してないわけじゃないの、許してないから替え玉動画をちょくちょく作ってあの話題を風化させないようにとかしてるわけじゃない。ホーリーさんからのコメントで、いろんなお店で食べても太らないんですね、残念です。なんで残念なの、なんでじゃあ期待してんの、いろんなお店で食べてどん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 太っていく姿を期待してんのに、なんだこいつ全然太んないじゃんってなっちゃってんの。こっちとしてはそうなんないように毎日めちゃくちゃ本当にエアロバイク漕いだりマラソンとかしたりとかめちゃくちゃやってて、この動画の中でもねもう食べる量が増えてきたらそれに合わせて運動量も増やしてのこのイタチごっこみたいな感じになって、今もう一日の時間がないからどこかで折り合いつけてみたいなことでせめぎ合ってる最中だったんですけども、太るの期待してたの。アートムムム28号さんからのコメントで、ハイジーさんってお尻の毛孔斑が顎に移ったんですよね。違う、お尻の毛孔斑が年齢とともに、あ、お尻から消えたってなった頃にこの辺にまだいてさ、成長していくことにどん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 こう来て、いつまでか ここに移って青くなってたわけじゃない。もう昔の僕の YouTube 見てたらね、全部この辺真っ青、グッズも顎のとこ真っ青みたいな感じになってましたけども、それが最近なくなったってことは、ハイジンもやっと大人になって消えたんだじゃないの。ヒゲ脱毛しただけ。 M 中さんからのコメントで、動画冒頭の村田屋さんの外観を見ていたら、お店のガラスにカメラを持っている不審者にぼかしが入ってました。ブルマーは YouTube 的にダメなんでしょうか。これは全然ダメじゃない、ダメってことないんですけども、なんかモザイクかけた、あの村田屋さんっていうね、だからこの替え玉をするたんびに替え玉の内容が変わってくるっていうめちゃくちゃ楽しいシステムのラーメン屋さんに行ってね、僕もウキウキしながら、村田屋さん来ました、
外観こんな感じなんですねみたいな感じでカメラを回しながらね、歩いてたんですよ。でこれはもう大事なシーンというかさ、村田屋さんの迫力のあるね白い看板に黒で村田屋って書いてある感じとかさ、いいなかっちょいいなと思ってね、ニコニコしてカメラを回してきて、家に帰ってきて編集するときに自分がね窓ガラスに映っちゃってるのよ。で なんかもう映像美としてやだな、カメラ回してるやつのカメラ、すぐ iPhone です、すいません iPhone です、カメラってさっきから言ってましたけども iPhone 回してるのが映っちゃってるのすげえやだなって思って、あるじゃん夜中にさドラクエとかやっててさ、よし俺が世界を救うぞみたいなテンションでさ勇者気分でやってたらさ、一回ロード画面で画面真っ黒になって自分のアホ面が映っちゃって、おお なんだって冷める時あるじゃん。だからその感じに近い感覚を得て、自分が映像の中にガラス越しに映ってるのめちゃくちゃ嫌だなと思ってモザイクかけたら違和感余計あったのかもしれない。だから別にでも全然不審者の感じじゃないけども、ただなんかモザイクかけたっていうだけであって、じゃあ別にモザイクないとこ見せますよ、これです。これ替え玉毎回違うとかって相当トリッキーですよね。どういうこと、しかもランダムで変わるみたいなことなのか、こっちから言えば変わるのかとかわからないんですけれども、不審者感ゼロですから別に良かったんですけども、ただなんかかけたよモザイクっていうだけのことでした。爽やかでした。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、テンタクタン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 タタンタンタクタン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 タタンタタンタン、こちらデデンデデン、熊野プーさんさんからのコメントで、ハイジーさんって恩をあだで返すのが得意なタイプですよね。なんで見たことある、僕が恩をあだで返してるとこ見た、僕は本当に佐久間さんにもねお世話にめちゃくちゃなってますし、佐久間さんから受けた恩もう忘れることはない。佐久間さんに何かがあったらこちらも全力でお助けしたいって思って常に待機しております。ただ今のところ佐久間さんに何もないっていうだけであって待機はしております。もう昔からたくさんご飯とかもねごちそうになってますし、そうだからライブとか一緒になってさ、佐久間さんが全然帰らないのよ。で佐久間さん帰んないんですかって言ったら、なんかなーいやハイジが行くって言うんだったらこの後ご飯に行ってもいいけどなと行きましょうって言ってご飯とかねごちそうになったりとかありますから。でご飯食べて、ハイジあれ、ま、俺は別にまだ終電までは今日行けるから全然この後カラオケボックスとか行ってもいいけどな、行きましょう佐久間さん、カラオケボックス行って遊んでから帰りましょう。いや歌ったねハイジ、あそうですね、なんか俺さ今出てきた感じではあるんだけども、なんか別にもう一回はしごしてもいいけどね、行きましょうみたいな感じでいっぱいご相談がしてもらったり楽しい体験させてもらってますから、その恩忘れてませんから、何かあったら僕も助けに行きたいと思ってますから、ただ今のところ何もないっていうだけでございます。